はい、お願いします。はい、うん、もう一つね、YouTube のこと、一人しゃべりのことですね。はい、これは、うん、内容は、機種の話なのかな、はい、うん、でこれお仲間さんの真似でもいいですかっていうのはちょっと具体的にはその誰がっていうんじゃなくて、うん、どういう内容っていうのを僕に聞いてるんですかね、うん、お仲間さんで、うん、まあ、YouTube ショートで、うん、まあ、若手の方を、うん、のなんかこうね、うん、やってますよね、うんうんうん、でまあそういうのを、うん、まあ、私もね、うん、やりたいなっては思ってるんですけど、うん、僕が不思議だなと思ったのは、はい、まあ、真似したしないはどうでもいいんですけど、うんうん、お仲間の方は、うん、あなたの、YouTube を真似してくれてるんじゃないんですか。だってあなたが先に機種の、はい、そうですね、機種のしましたね、2つ、うん、だからあの方々はあなたの真似をしてくれてるんですよね、うんうん、あなた私はショートはやってない。いや、ショートじゃろうがなかろうが、はい、だったらショートでもやっていいですかっていうことですか ね、 そうですね、ショートでも、ね、本当にそうなの。いや、あなたが聞いてるのは本当なんじゃない の、 私真似していいですかっていうのを真剣に聞いてるんじゃないの、僕に。うん、なんか、いや、それ間違ってますよね。え、だってあなたが先にしたんだから。そうです、まあそうですね、うん、まあ、だってこれって事実じゃないですか、うん、そうですね。機種のことを一人喋りしたのは私です。あなたが最初ですよね。はい、そうですね、私です、うん、ですからあなたの真似をしてくれたんですよね、うん、うん、あ、そうですね、うん、だからありがたいな、嬉しいなって思ってくださいね、うん、はい、そうですね、うん、というかあなたが先にしたんだから別にあなたが、うん、YouTube ショートをしてもいいに決まってるじゃないですか。ああ、そうですか。だって僕たちの中では、うん、真似して、感謝の気持ちを持って真似していいって先生が言ってるんやから、うん、そうですね、うん、いや、真似し、なんだっけ、お仲間さんの真似でもいいですかって今更聞いてって、うん、ちょっとよく分かんない思考になってますよね。あ、そっか、うん、くれぐれも言っときますけど、お仲間さんはあなたの真似をしてくれたんだと僕は判断してますよ。だって時系列的にはそうですもんね。そうです、うん、じゃああなたがその YouTube ショートでも私はその機種、若手機種のこと言っていいのかなって、まあ素朴にもし疑問を持ったんであれば、それはお仲間の真似ではなくって、以前は普通の YouTube の方でやってたんだけど、 YouTube ショートでもやっていいですかっていう質問に変えた方がいいですよね。そうですね、ですよね、ちょっとその、うん、だってあなたね、なんで先生がここまで言葉にこだわるかっていうとね、はい、あなたこの言葉のまんま生きてると、うん、自分の自己評価下がりっぱなしですよね、うん、わかりますよね。だって YouTube ショートを作るのでも、うん、お仲間の真似をさせてもらうという気持ちでやるのとね、はい、私が別にどっちが偉いとかじゃないんだけど、うん、YouTube ショートでも機種の話するんだっていうのでは全然その気持ちも違うし波動も違うじゃないですか、はい、ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっとね、はい、お客さん来て途切れてしまいましたけど、はい、うん、分かりますよね、うんうん、だから、はい、あなたが先に YouTube でも一人しゃべりをしてくれたんですから、うん、若手棋士のね、はい、YouTube ショートでも、はい、全然一向に構わないですよ、うん、うん、それで、これのそれ、その、うん、若手にするにも、うん、まあ、ちょっとこういう、うん、どういったことをやったらいいかっていうの、うん、ちょっと分かりづらいですね。どういったことを言ったらいいのかっていうのはあなたが考えなきゃいけないことですよね。そうです、うん、だってあなたは YouTube ショート、 YouTube を作るために若手のことを、はい、うん、内容を今考えようとしてますよね、はい、あなたが馬券を当てるために、そう、あなたが必要なことは
あの、うん、他のお仲間とも違うわけですよ。うん、あ、そうです。うん、そうですね。うん、例えばこの質問が、ね、うん、若手、あの、私が若手騎手追っかけ法を、はい、あの、極めていくためには、はい、あの、何を調べていったらいいですかという質問であれば、本当ですね、大いに答えましょう。うん、そうですね、うん、本当そんな感じで私、うん、ね、喋り方よ、うんうん、いや、あの、多分ね、あの、止まれへんよかなんかじゃなくてね、あなたはそう思ってしまうんです、途中から、うんうん、YouTube のために自分に関係ないことでもやってしまう癖があるんですよ、うんうん、いや最初の頃そうだったじゃないですか、はい、あの、食べ物をランキングしてくださいねって言ったら、はい、なんか食べたくもないものを食べたりとかね、はい、美味しくもないものを、うん、あの、あげたりとかね、うん、いや今回もまた同じ道に行こうとしてるんですよ、うん、あ、そうです、いや、あなたが美味しかったものを紹介してくれたらいいんですよね、うん、そして紹介がメインなんです、うん、はい、食べてほしいというのがメインで、そうです、あなたが、うん、あの、美味しかったがメインじゃないんです、あなたが美味しかったは当たり前、はい、うん、以前は美味しくもないものを出そうとしてたから、ああ、何でもいい、うん、かんでも ね、はい、で今回もあなたに必要な若手機種の、うん、ね、うん、情報を先生に聞く、うんうん、でそれを、うん、YouTube 聞いてくれてる方に、うん、ね、私こんなことを教えてもらいましたじゃなくて、はい、あの、今から競馬始める方、初心者の方はこういうこと知ってたらいいみたいですよっていう風な YouTube ショート、うん、もしくは YouTube を、うん、あの、作っていったらどうかなと思いますけど、意味はわかるよね、はい、うん、あの、すごく難しいことなんで、うん、あの、簡単に分かったって思ったら分かってないからね、わ、うん、はい、かりますね、そうですね、うん、うんね、あの、間違えていいんで、はい、あの、まあ、思い込まないでね、はい、私、うん、今んとここうやと思ってると、はい、うん、そして作った、はい、先生私こう思ってやりましたけどこれで合ってますか、うん、でいいんですよ、はい、わかりました、はい、わかりますよね、うんうん、じゃあ、私が若手騎手追っかけ法を極めるために、うん、何を知った方がいいですかという質問でよろしい？はい、それでいい、はい、本当にもういいです、あの、無理やり言ってない、 いえ、いや、僕が教えたことを、うん、あの、 YouTube で話せばいいんですよね、はい、そしたら YouTube のネタになるんですもんね、そうですね、うん、はい、じゃあ、はい、若手騎手追っかけ法で、うん、福山さんが今から、まあ、今度日曜日はお休みですけど、14日から実際にワイド馬券っていうのを買っていくわけじゃないですか、はいはいはい、ね、ワイド馬券っていうのはその3着までに来る可能性のある馬を3頭選ぶんですよね、はい、うん、で3頭とも当たれば、うん、その3つ的中するということになるんですよね、はい、ものすごく嬉しいじゃないですか、はい、で2つ、うん、2頭当たれ、うん、当たってれば1種類しか配当がないんですけど、3頭当たればそれが3倍になるっていうのが、ね、だから2種類当たるっていうことはないんですよ、あの、ボックスで買ってる限りはね、うん、1種類か3種類なんですね、わかりますよね、うん、そうするとですね、あの、こういうことを研究していったらいいんじゃないかなって、まあ、僕はし、あの、しちゃいましたけど、はい、7月の重賞で、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 重賞あったんですね、うん、はい、ラジオ日経賞からクイーンステークスまで、うんうん、実際に若手騎手って、うん、どれぐらい馬券内に入ったんだろう、はい、調べました、うん、調べてない、うん、じゃあ言います、うん、ラジオ日経賞ね、一着から松若騎手、菅原騎手、うん、岩田未来騎手、うん、全員若手です、はい、CBC 賞一着が今村騎手、うん、3着が藤掛騎手、うん、ね、3人の中の2人、うん、次の七夕賞3着が武藤騎手、うん、3人の中の1人、函館二歳ステークス一着が鮫島勝間騎手、うん、3着が横山武史騎手、うん、っていうことは3人の中の2人、うん、ね、函館記念ゼロ、うんうん、中京記念1着西村騎手、うん、2着段野騎手、うん、2人、うん、アイビス様ね、うん、
1着杉原騎手、うん、2着、富田騎手、うん、3着西村騎手、うんうん、3人、うん、クイーンステークスゼロ、うん、ということは、うん、8レースの中で若手騎手が1人でも入った、うん、あのレースが6レースあります、うんだからワイドを当てようと思ったら、うん、もちろん函館記念やクイーンステークスのように若手騎士を入れてしまうと、うん、ワイドの美味しいところの3つあたりっていうことは、まあ、なくなってしまうんですよね、うん、逆に言ったら若手を1人も入れないと、うん3点あたりっていうことはなくなる可能性の方が確率的には高いですよってことです。わ、うんはい、かりますよね、はいうんうん、で統計ってこれ書いてね眺めるんですよ、うんうん、例えば8月の14日のレースで若手を3人選ぶとすると3人来るって8分の2しかないわけですよ、うんうんうんちょっと無理がありますよね、うん、2人って多いな2人か1人だな、うん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 、分かりますよね、うん、これも予想なんですよ、はい、若手記者追っかけ方してるから3人よって言ったら、うん、8レース中2レースしかないんですよ、はいうん、ね、はい、1人か2人は1、うん、2、3、4、うん、まあ1人か2人言ったらこれも入れるわけですから、うん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 、ねほとんどなわけですよ、はい、っていうことはまあ1人か2人っていうふうに予想の段階でまず思っとかなきゃいけないんだな、うんうんうん、でも3人もあり、うん、ゼロもあり、はいうん、ね、わかりますよね、うん、これ自分で調べて書いて、うん、眺めることが大事なんですよ、はい、そうかそう調べるまではやったんやけど、うん、いや調べるだけ そこからの考えが、うん、いや調べるだけってそれ小学校とか中学校の時の宿題ですやん、はい、ですよね調べて予想につなげるためにはこうやって見ればわかりますよね、うん、赤で書いてるわけですよ、はい、いやゼロもあるんやなって、うん、3人ともってめったないんやなって、うんうん、2人って意外と多いんやなって、うんだよね、2人ってが8分の3で、うん、3人が8分の2で、うん、1人が8分の1、はい、あれ確率的には2人が一番多いんや、はいはいね、こういうのは誰も考えつかないことじゃないですか、うん、いや誰かは考えついてるんでしょうけどそうですか、うん、見つけてないだけですかいやいやあなたが知らないだけでしょそしてなおかつこれを眺めていくと、はい若手騎手だけピックアップしたら1番人気から4番人気の馬に乗った時に馬圏内に入ったのが13人中、うん、これ13人いるんですよ若手騎手がね、はい、馬圏内に入った人が、はいうん、7人、うん、5番人気から8番人気が4人、はい、9番人気以下が2人、はい、これ眺めると、うん、1番人気から4番人気、うんうん、はいお願いします、はいうん、ではスマホがね、はい、うん福山さん難しいと思ったのかなそうでしょうね、うん、いやほんまにそうです、うん、それにちょっと理解が時間かかりますこれ理解じゃないですよ、うんはい、あのね、うん、これねあなたが、はい、どうしても馬券を当てたいっていう思いが低いんですよあ、ね、頭が言い悪いじゃないんです、うんどうしても当てなきゃいけないとか当てたい、うん、特に当てたいですよね、うん、当てたいって思ってれば、はい、いやこれぐらい誰でも思いつく、はい、だってそうですよね何番人気の若手やったら馬圏内に入るんやろうって誰でも思いつきますよね、はいうん、それは私が頭が悪いからじゃないんですよ、うん、あ私って、はい、あの本気で馬券当てたいって思ってないんやなって、うんうん、それ当たらんわ、うんはい、わかりますよね、はい、言ってることわかる、はいうん、だからこうやって調べていけば、うんうん、ね、うん、今度の函館あれじゃないわ、うん小倉記念と、うん、もう一個なんだっけ、うん、頭に入ってこない関谷記念、はいはいうん、あのねあなたが頭に入らないっていうのは、うん
え、これも断言してもいいかもしれません。はい。この前当たったんで次は絶対外れとこうっていう。だってね、はい、次のレースの名前すら覚えてない人って、うんうん、大学受験するのにその大学の名前もわからないっていう人とほぼ一緒ですよね、うん、これであなたが知らなきゃいけないこと、うんうんはい、競馬に関して、はい、私は全くもって本気じゃないということです、うん、あなたは自分が本気だと思い込んでやってるんです、うんうんだから努力したら、例えば2時間努力したら私は本気なんやから、うん、もう2時間でもういっぱいいっぱいなんやって思うんですよ、うん、でもしあなたが本気じゃないって分かってたら、うん、2時間終わった時に、うん、あ本気じゃないのに2時間できたんやって、うん、もう1時間ぐらいやらないと絶対当たらないよなって思うと3時間になりますよね。はい、そうですね。あなたが、うん、あの外れたいって思ってるわけないじゃないですか、うん、あなたは自分が本気だと思い込んでるんですよ、うんはいうん、あの本当に、うん、本当に落ち着いて考えてみてください、はいはいうん、本気の人が、うん、ね、うん、もう10日もないんですよね、うん、14日まで、はい、そのレースを知らない、覚えてない。そう、書いてるのに。いや、覚えてないということは、あなたはどう思います？うん、あなたはどう思う？出てこなかった、ね。出てこないんじゃなくて、うん、どう思うかっていうことです、うん。いや、あなたはいつも出てこないということに、うん、あの疑問を持ちますよね。うん。うん、いや、僕は、なぜあなたが覚えなかったのかということに疑問を持ってるんですよ。あなたは覚える行為はしてないんですよ、うん、あなたは覚えなくても出てくると思ってるんですよ、うん、ですよね、はい、だってあなたはあの関谷記念小倉記念という名前をあの覚えました。単語を覚えるみたいに、ね、覚える行為絶対してないんですよ、うん、いやどうしてあなたは、うん生まれて初めて聞いた、はい、あなたにとって生まれて初めて聞いた言葉なんですよ。そうですね、生まれて初めて聞いた小倉記念と関谷記念という言葉を覚えもせずに、うん、どうやって出てくると思ってるんですか。じゃあなぜ覚えるんですかって、いや覚えるのが普通でしょうって。そうです、ね、人生かかってるんだったら。そうですね。うん、あなたがこの競馬のカウンセリングを今日してよかったなって本当に思うのは、はい、あ、私競馬も本気じゃないんやわって、うん、いや本気になりたいんでしょ、はい、だったら本気じゃないということをわからないといけないんですよ、はい、いや本気じゃないからって言ってあなたのこと怒ったってしょうがないんですよ、はい、いやあなたが本気になりたいっていうことぐらい先生としてわかってるんです、はい。でもあなたが分かってないのは、うん、自分が本気じゃないっていうことを分かってないです、うん、本気だという思い込みをしてるっていうことです、うん、これも思い込みです、うんはい、あの覚えな本気だという思い込み、はい、そしてその次の段階としてまだクリアできたんですね。あの覚えなくていいという思い込み、うんでもう一つ、うん、調べなくていいという思い込み、うん、ね、そして見なくていいという思い込み、うん、考えなくていいという思い込み、うん、その思い込み、うん、あの、うん、どういう思い込みかっていうと、そんなことしなくっても私がやってることで私は予想できるという思い込みなんです、うん。私が一生懸命こんだけ時間かけてやってるんだから、うん、予想できて当たり前っていう思い込みなんですよ。いやそんなわけないですよ。わ、うん、かりますよね。はい、うん、わかりました、はい、あの、あなたの願いを叶えるためには、はい、あなたの思い込みを直さなきゃいけない、はい、あ自分は思い込みをする人間なんだな、だから苦しいんだな、だから、うん子供たちのこともわからないのか、
夫のこともわからないのか、うん、ね、YouTube のことも競馬のこともわからないのか、うん、そして何よりも自分のことがわからないのか、ああこの思い込みは嫌だって思える自分になったらいいんじゃないでしょうか、うんうん、はい、自分を嫌いにならないでくださいね、はい、思い込むのは嫌だっていうね、うんうん、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。